さよなら絶望放送第23回バブリングソーセージ納豆ゲットランドソワラハーン役絶望したリサイクル社会に絶望したポカポカポカ選手対応ポカ役あのリサイクルの何がいけないんですかシエチアンダマヤ育ちてダリアリンジアゲリスワッシュ役ヒトさんあなたリサイクルの恐ろしさを理解していませんねスタバスーツも田酒人形焼きそばパン役リサイクルって恐ろしいものでしたっけサレジオよろしくおしぼしかかれ研究部グレラトンジンカルクリキリ役もちろんです10年前に発売された2大 RPG を何度も発売するとか原始剣闘陣七冠ザリキャンドル自動マシャシタルバルデ役過去にヒットしたテレビアニメを編集しただけの映画に押し寄せる観客ヤング言いがかりガンガン姉さんいつ単行本収録役しまいには業界の大御所を担ぎ出してのリサイクルフェアですか勝てぞうららはるリクホリカワミウルトだ役先生ところどころポロロッカゴじゃなくなってます納豆ゲットランドソアラハーン役絶望したリサイクル社会に絶望したズスドラマ効果特つぼちたアルミチアンの上にアルミ缶役でもこのドラマのネタもリサイクルですね第一回と同じじゃないですかガーンガーンガーン役ガーンガーンガーンラジオ機の皆さんさようなら2年ヘグミ担任愛しきのぞみ役の神谷博史ですさようなら2年ヘグミ出席番号28番人を飲み役の新谷涼子です今回のオープニングミニドラマは絶望ネーム学級委員の山口さんの台本をポロロッカ語風にアレンジさせていただきましたこれで済めばいいけどね何はーって疲れた疲れるよねこれねある程度適当でもいいですっていうことだったんですけれどもこれなんか適当じゃないそうある程度適当じゃないところが出てきてるんでそこだけは間違えないようにしなきゃと思ってたら、うっかり役のところを閉じるというですね役過去にヒットしたテレビアニメを編集しただけの映画を押し寄せるこれだってもう全部が全部あれじゃないですかねまあいやいいですまあいいんですけどねまあまあまあその辺はぼやかしておきましょうかはい、DJCD 発売になりましたありがとうございますなんとですね、はい、売れている模様ですはいマジでマジで聞いた話によると、はい、発売する前に、追加はい発売してからまた追加みたいな感じでですねその追加してる単位がですね、はいはい、100とかじゃないんですよえ1000単位で追加してるゼロ多すぎじゃないですかそれ、ありえない形で、ねはい、売れているらしいんですけれども、はい初回封入にですねはいはい、はい、入っているステッカーがあるわけじゃないですか絶望ステッカー、はい、絶望ステッカーが、はい、あれが一体どこまで封入されているのかっていうのが今問題になってますそっか、はい、どこまでが初回なのかっていうことですだ本当だ、はいもし絶望ステッカーがどうしても欲しいという方はですね、はい、早めに予約をした方がいいかもしれませんいやでもあれねえいらないよただのあれじゃないスタッフが非常にいらないよねっていうのにうなずいていますけれども、ね、そうなんですよへえうっかりなんか DJCD2 巻を出す気満々みたいじゃないですかみたいです、ね、ちょっと調子に乗っちゃってるんでスタッフが、はい、スタッフがっていうかねまあどこかがディレクターはどうでもいいみたいなディレクター&構成作家はもうしんどいからもういいんじゃないかみたいな顔してるんですけれども、うん、してますね、はいうっかり DJCD1 巻が売れているのでですね、2巻も気合い入れて作ろうと、はい、果たして絶望ステッカーどうしようかって話になってるんですよああまあそうでしょう ねだってあれもはや1個でいいじゃないですかみたい なでしょ出落ち感が感じになってるんですけれども、はい、まあ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 あれですよ今さよなら絶望先生アニメの方ではですね、はいまあ、声優デビューを果たした前田くさんがですねあらゆるところで晒されてるわけじゃないですかこのようになんだこれ
今アニカンのですね、今新しいやつかな、一番それにですねマイダックスのインタビューが載っているというありえない状況になってるんですけども、すげえ写真付き、これ写真意味なくないですか。そうそう、マイダックスのそう顔写真が撮ってあるんだけど、その上にあのアニメの方のねで使われているマイダックスの顔が貼ってあるというよくわからないことになってるんですけれども、はいはい、まあまあまあこのラジオ発信でもですねそういうことやっていこうかなと。おっと、ね、となるともしやガラスの向こうのガラスの向こうにいるメガネのナイスガイなんじゃないか。いっぱいいるよメガネ、どうしよう。そうだメガネ多いんだった。いっぱいいるよ、ね、この番組でちょっとずつあの情報が小出しにされているカレンの写真が使われたらいいなみたいな。マジで。まあ、いやいいですけど絶望ステッカーだし、ね、そうなんですけどね、まあまあまあ、まあ、責任を持ってその辺はやっていただきたいなと思ってますが、変な汗が出ているそうです今そのメガネのナイスガイは。でも言っちゃったらそうなりそうな感じですからね。まあどうなるかわからないですけどね、もうもうちょっと頑張っていただいて、まあ、あの番組の方にその手のメールがいっぱい来たら叶うかもしれませんよ。かもしれません ねはい。というわけで今週の評価いってみましょうか。はい、絶望ネームドクロストーン&ササクラさんから寄せられました今週の評価、絶望ダービー。さよなら絶望放送、このラジオはフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、愛ちゃんとガンちゃんは架空のものです。SZBH SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。さよなら絶望放送はミニ番組だけのラジオです。では今回はこの番組から。新番組絶望の谷谷ティガー、こちらは普通のお便りを紹介する番組です。はい、画期的。早速ですが絶望ネーム、服を着ていないタイプの声優さんからいただきました。どんな声優だ、誰だよ。絶望劇場を聞きました。コミックス片手に聞くといい感じです。さすが全裸キャラに定評のある大中さん。変態キャラの演技が絶品です。でもラストのユウさんの演技に全て持っていかれてましたね。神谷さんボイスの女の子の声も新鮮でした。うーん、あったあった、女の子なんか先輩みたいなこと言ってた。あったっけ、もう全然覚えてない。うんとね、何代後輩、先輩、何代後輩みたいな、 あったんだっけそんなのは。何のエピソードなの。聞いても思い出せねえ。あー、なるほど、そういう話だったんだ。でも闇鍋しか覚えてない。覚えてない。もうあとね、あの確かにこの、ね、ラストのね小林さんのゆうちゃんもうあのね7つの人格っていうのがね彼女のやつで、僕らは聞いてて初めてそのまあ聞くわけじゃないですか。 そうですね、そこでね聞いてた感じでは、まあ、1回1個目2つ目ぐらいでもうなんか飛び道具を使い切った感があったね。そうそうそう、聞いててね、聞いてた、あったあった。そうだからもうなんかグラフ的にはもう一気に頂点に上り詰めたみたいな感じがしたわけで、うわこれから4つぐらい行くのどうするんだろうって思った、っていうふうに思ってたんだけど、うん、天井知らずでした彼女の場合。あれテストやったっけ。やってないかもしんないね。すごいびっくりした記憶があって、うん、でもやたら笑えない状況だったから多分本番だったと思うんだけど。そうなんだよね。そう、確かにあれはすごかったわ。天井知らずだし底なしだしみたいな。底なしだったね。あれすごかったですよね。びっくりした本当に。でもカエポポだけすごい残ってんだけど、なんでかしないけど。ポポ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 ずっと言ってる。ポポって言ってて、何が起こったのか全然わかんなくて相当びっくりしたんだよねあの時ね。しましたね。いやー、あと全裸キャラに定評のある大中さん。さすがですね。さすがですね、そうなんですよ。絶望劇場はなぜかあの工藤潤じゃなくてほとんどなんかマスクマンとか変態っぽいキャラばっかり。キモい人とかやってましたからね。なんか汗ばんだ人とか。そう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 。本当きしょかったんだよね。私テスト多分最初の方あった気がしてて、うん、あの時どこニヤッとしちゃったもん、キモくて。ね。きしょかったですね。いやでもね、僕は本当にさっきも言いましたけど、しんどかった思い出しかないんですよ、この日は。はいはいはい、なぜかというとですね、まあ、あの、絶望先生の前に、BL の現場でですね、8割ぐらい僕が喋っているっていう。ああ、言ってないじゃん。そうなんですよ。っていうドラマ CD をやった後、終わり次第絶望先生に行って、まあ本編を撮って、まあいっぱい喋って、しかもその時は予告も僕が読んだんですよ。坊ちゃんね。はいはいはい。で、さらにその後、絶望のドラマ CD を撮るっていうですね。この日ばかりは、日本で一番僕セリフを喋ってるんじゃないかっていう、思うに錯覚するぐらい喋りましたね。いや、そうですよね。ねえ、あの日はしんどかった思い出しかないです。絶望劇場、残念ながらね。
いや、まあ本当絶望的な話ですけどね。確かに、まあ、お聞きくださってでも本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。絶望ネームシャフトはやればできる子さんからいただきました。続第3話見ました。ありがとうございます。ラジオのジングルは SZBH と同じだし、黒板にはお弟子さんのメールネタもあって、絶望放送ファンにはたまらない回でした。とうとうヤギ対ロシア女もアニメに進出しましたね。それにしてもシャフトの人もラジオ聞いてるんですね。ラジオに〇〇に絶望したとか暴露メール送ってもらったらどうでしょう。スタッフからってことじゃないですか。シャフトの方からですって。なるほどね。はい、うん、うん、じゃあキッサラ送ってください。くれるかな。どなたが聞いてる。匿名で紹介しますから。3話ね、実は僕今日ね台本持ってきたんですよ。あーごめん、とんでもない、とんでもない、ほんとだ、落としちゃった。覚えてないからでしょ。そう覚えてないから、やったそばから忘れていくので。3話は、熱血電波人間クラブですね。そっか、藤吉さんがエロかったやつだ。そうだ、スパッツだ、スパッツのやつですね。やたらなんか女子の生態みたいになってたやつ。そう最後あの主人公が買ったやつだ。ああそうかかってましたね。あれなんでかか、ね、あれだったんでしょうね。やっぱ普通で一番使いやすいんですかね。どうなんだろうね。どう考えてもそれ私なんですけどみたいな。まさか間違えてないですよね。ねえ、これ藤吉さんの歌とかなってないよね。ねえ、なんでだ。大変ですよこれ。あれどういう風な台本だったのかってみんな多分気になると思うんですよ。こんな台本でした。スタッフの方に見ていただくと分かるんですけれども、こんな風になってたんですよ。まあそうなんです。大体は、ね、あのトガキの段とセリフの段の2段なんですよね、はい、台本でね。それがトガキの段と、ラジオから聞こえてくるセリフの段と一番下にハルミの段があるんですね。そうなんですよね。こんな風になってましただよ台本は、ということで持ってきたんですけど、ラジオの前の皆さんには何にも伝わらないですね。そうですね。残念でした。はい、じゃあ続きまして最後です。はいはい、絶望ネーム福山純ってなっちゃいました、さんからいただきました。空想ルンバ買ってきました。ピアノがかっこよすぎ、絶望ガールズのルンバ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 と延々続くところ最高。コーラスのマタロウの無邪気で黒い可愛さに悶絶。ユウさんは本当のロック歌手の人みたいでした。カップリングの恋路ロマネスクもザ・ヤンデレソングって感じで、谷井さんの声がたまらなかったです。なるほどね。恋路ロマネスクがねずーっと頭から離れないの私。そうしかもちょうどアスカちゃんとこね。そうなの、私は青い糸のとこずーっと離れなくて、ってことはイコールずーっと薄いくんのあの映像も離れない。ああ離れないんですよ。嫌な感じなんですけどね、絵はね。ねえ確かにね、あれ耳に残りますね。いやしかしね、空想ルンバ最高にいい曲ですね。あれね、いいっすよね。うん、人として軸がぶれている、もうすごいいい歌だったんですけども、うん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 、それを超える曲ってなかなかできないんじゃないかと思ったんですけども、ね、そう、私もどうするんだろうと思ってました。そう、空想ルンバ非常にいい曲でですね、最初こう聞いた時に、うん、あの1回目ってなんか歌詞って耳に入ってこないじゃない、なかなか曲が入ってきちゃうから、で改めてその、あ、今回はキングレコードさんに CD いただきました。キングレコード様誠にありがとうございます。詞を読んだらですね、本当にいい詞で、もうそれからこれ大好きになっちゃって、うん、空想ルンバいいですよねこれ。なんか一言みたいに言ってるけど、え、歌ってるでしょ。だって歌ってます。なんでそんなテンション低いの。ちょっとソロパートが減ってた。軸ブレより減ってた。軸ブレより減ってた。ちょっと確かに、あ、そんなに使えないです私の歌。あ、そうですか。はいはい、奈良崎さんすいません。そういうことじゃないと思います。あ、そういえば奈良崎さん、あのこの前あの現場の方に、ね、あの見学に来てくださいまして誠にありがとうございました。そうそう、はい、その時いらっしゃいましたね。なんかあの似てる方がいらっしゃるなと思ったら本物でした。そう、なんか髪の毛切ってらしててちょっとびっくりしたんですけど、うん、レコーディングの時は髪の毛長かったのって。うん、長かったですね、うん、ルンバの時も長かったからちょっとびっくりしました。おー、だからなんか一瞬誰だか分からなかった、ね、うん、分かんなかった、うん、うわーみたいになってね。なんか間があってびっくりしました。うん、これレコーディング大変でした。うーん、はい、まあ、あ、いやでもそうでもないかも。ん、うん、どっち。いや、あの違う、私結構この多分絶望少女たちの最後だったのかな、うん、後の方だったんです。ほいで、あのその感想のやたらルンバ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 やってるところは、ね、仮歌のお姉さんは一人でずっと言ってたんです、うん、まああのああ、どこが、自分のパートがどこだか分かんないと。そうそう、だから後でパート分けは後でするんでって言われてて、そのルンバルンバのとこだけは、うん、あとは結構あったんですけど、確か、いや、なかったかな。
なかったかな。記憶が曖昧すぎる。何のためにこのメール選んだと思ってんですか。嘘全部やったんだ一回、うん、で全部一通りその少女たちが当たってるとこ全部やって後で分けますって言われてて、だけど下流田の人はずっとルンバ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 言ってこれは息が続かないと、まあ、無理でしょあれは。私はまず無理と思って最初に聞いたんです、これってどうするんですかって言ったら、まあ、なんか 4,5 回適当に言っていただければいいとこつなぐんでって言われて、うん、でまあこういう今みたいになるなんて思わなかったからとりあえず全パーとつなげるんだろうなと思ってたんです、うん、みんな分を。でああそうなんだと思って最近の機械ってすごいですねなんて話をしてたら、いやでもね小林さんはね最初何も言わないでブースに入って一人で全部やろうとしてました。それは無理だろみたいな、ずっとすっごい頑張ってルンバ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 みたいになってたらしくって、いやいやいや可愛いなと思って、私なんかもう絶対それは無理だからと思って最初に聞いちゃったんです、うん、無理ですよってどうするんですかって聞いたらそう言われてたんだけど、ゆうちゃんはもう聞かないでやるもんだと思ってるみたいで、やっぱり彼女のチャレンジ精神は本当にすごい。相変わらず、じゃあこう男性ガヤお願いしますって言うと立ちますからね。男性ガヤつってんのに小林さん自ら立ちます。大体他の人って私結構あのアフレコスタジオ後ろの方に座ってるんで見てて分かるんですけど、大体ね女子って男性ガヤって言われた時に座って男性っぽい声出してるんですよ、うん、それをゆうちゃん立ちますからね、マイク前行きますからね、彼女の場合はね。張り切って素晴らしい、素晴らしいですね、本当素晴らしいと思う。いやでも本当にあのゆうさんのところロック歌手みたいでかっこいいですね、あそこね、しびれました、とても良い感じ、素晴らしかったです。本当にぜひぜひ皆さん聞いてください、はい、聞いてください。以上絶望の谷谷ティガでした。来週もお会いできるといいですね。さようなら。SZBH SZBH こちらはアルメイド地方放送です。絶望した、まるまるに絶望した。こちらはリスナーが最近思わず絶望したと口走ってしまった心で思ったエピソードを募集し、〇〇に絶望したと神谷さんが無駄に素敵に読み上げてくれる番組です。はい、では早速いきますね。はい、絶望ネームハーンさんからいただきました。絶望した、ヤギのステッカーを3000円で買った自分に絶望した。ステッカーって高いんだ。高いこのステッカー。誰がデザインしたのこれ。さあ。なんか、あれかな、なんか有名なデザイナーさんが。なんか素敵なイラストとかなんですかね。なのかな。ヤギ、高いね。大きいのかな、大きいのかな。ステッカーでしょでも。そっか。どういうとこに使うつもりで彼は買ったんだろうね。どれだけ使うんだろう、わかんない。そもそもどういうつもりで作ったのあれ。本当です。なんであれ、てかあれは、どこのヤギ、企業秘密。企業秘密、作った人いんのここにね。なんで3000円で売っちゃったのこれ。本当ですよ。ね、わかんないですけどね。まあね、なじゃあ次。はい、絶望ネームオルツさんからいただきました。絶望した、発売日の7日後が大学の試験日なのに受験生を罵る DJCD に絶望した。そんなことしましたっけ。いや違うよ、こういう人のために罵ってたんでしょ。あ7日後なのに聞いてるからですよ、はい、こっち側の主張は。でしょ、終わってから来てと、ね、そうそうそう。あれもそうか、頑張れって言ってくれてるかもとは思ったのかな。ああ、そうかそうかそうか、そうだよね。発売日が発売日ですからね。まあ、ね、ああ、そうかそうか、それはごめんね。そんな CD、DJ CD 買っちゃいけないんじゃないかな、そもそも。うん、まあ、一週間ぐらい待ってればよかったのにね。うん、何の DJ CD？ でも待ってたら絶望ステッカーがなくなってたかもとかいう状況になっちゃうかもしれなかったのか。まあ、わかんないですけど。いや、でも別にステッカーは。まあ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 、じゃあ一応集まっ、あね、謝っときましょうか。はい、あ、すいませんでした。はい、どうもすいませんでした。はい、すいません。はい。じゃあ、チョギー。絶望ネーム、コラサワさんからいただきました。絶望した、小ネタ満載のジャケットを山村博樹さんが書いていて、絶望した、創作画監督なのに、なんでラジオなんか聞いてるんですか、仕事しなさい。ですね、今聞いてたらびっくりしてるだろうね。俺だ、俺のことこれ、ね、みたいな。ねえねえ、これ俺、みたいになってるかな。ワクワク。
確かにですね、これ感心するぐらいすごいいい出来というかですね。聞いてないと描けない絵ですよね。描けない絵なんですよ。これは確かに。波がな、持ってたりとかな。カフカもな。はい。胸にバッジをつけていてですね、はい、ね、ちゃんとですね、細かいよね、これね。はい。上に貼ってあるとかですね、まあ何貼ってあるか皆さん確認してほしいんですけれども、カフカが持っている台本が異常に分厚かったりですね、はい、そこの、ここもね、上から貼り直してあったりですね。あ、そう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 。めちゃくちゃ細かいんですよね、これね。まあ、台本は分厚いですか？まあ、分厚いんですよ。今もそうなんですよ。これすっごい分厚くて大変なんですよね。黒の大変なんですよね。その通りですけども。本当にね。あと、薄井くんの位置がですね、まあ、はい、鉄棒先生の上に位置しているんですけれども。まあ、なんてセンター。そうなんですよ。素晴らしい。これがですね、買う前はですね、この上に、シールが貼ってあって、薄井が見えないようになっているというですね。よくできてますよ。よくできてますね。そのシールの貼った位置まですごいこだわって作ってくださってですね、非常にいい出来になっておりますので、まあアニメイトとか行くとステッカー見られないんですけれども、DJCD のジャケットは見られますからね。そうですね。それ見ていただければいいと思います。うん、はい。ナイス山村さん。もう見ていただくだけで十分だと思います。はい。山村ひろきさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。本編の方も頑張ってください。よろしくお願いします。では、はい、絶望ネーム HID カローラさんからいただきました。絶望した！自分の番組の CD の録音に立ち会わないプロデューサーに絶望した！結局、プロデューサーさんはどちらの番組に行かれていたんでしょうか？どこ、つーか、どこっすか？どこにいたんすか、俺。どこっすか？どこにいたんすか？隣じゃわかんないっすよ！隣のスタジオにいた。隣にいたのに一回も顔出さなかった。そうですよ。なんかちょっと顔出そうと思えば5秒ぐらいで顔出せちゃう。ね、最後まで見なかった、ね、見なかった。一瞬いましたっけ？何ですかそれ。一体何やったの？隣で何撮ってたの？もう最低だ。そうかそうか。女の子いっぱい出てくる作品のがやっぱり重要なんだよね。こっちにも女子2人いたっつーの。ね、おかしいなこれ。そっか、やっぱり一人でも男が入ってるといまいちってことなのかな。いや、なんか燃えたかったんじゃないです か、 そっか。絶望より俺は燃えたい。ね、だって燃えるもん。そうだよね。2になって、なんかちょっとまた燃え成分も増しましたもん。2になってね。はい。またいいところで絶望のアニメの間の CM がね。入っちゃうわね。またいいところで入ってくるんですよね。そうなんだよね。あれ本編変わっちゃったのかなと思って。あ、なんだ新キャラみたいになっちゃう。残念ながらそうじゃなかった。そうなんだ。あ、そっちにいたと。あ、そうですか。あれ、まあ、ラジオ誰やってんだろう。若い子か。若い子がいいんだよね。まあ燃えるって言ってもね。まあこっちはね、燃えるって言ってもバーニングの方の燃えるだからね。まあまあまあいいですよ、まあまあまあ、はい、ということで皆さん現状です。はい、来週も絶望するかどうか分かりませんけれどもお会いできたらいいですね。さよなら、さよなら。 SZBH こちらはさよなら絶望放送です。公式扱いされるのにいくら実弾使ったと思ってるんだ。このジングルは絶望ネームオンエアされたバトルさんからのものでした。きっちりしなさい。この番組ではキツチリさんのようにどうしてもこだわってしまう些細なことを募集します。またここら辺がきっちりできないことも募集し、私たちがきっちりしなさいと叱ってあげます。はい、というわけでじゃあまず1つ目、はい、絶望ネーム篠田さんからいただきました。なんてなんかうん、あれは東京だからね。そう、今ローマ字って言おうとしちゃった、大槻健二さんのソロライブに行きました。お、軸がブレていると空想ルンバのアコースティックバージョンが聴けてとても良かったです。でも大槻健二さんは木村カエレを声優の名前だと思ってるみたいです。今度きっちり教えてあげてください。まあこんな声優さんいないよ。まあでもなんかほら、木村カエレだか小林優だか小林優だか木村カエレだか的なこうなんか、まあね。不思議なイメージ。うん、でもこんな人いないでしょ。いたら相当注目されちゃうよね。よ、何この人ってなっちゃうじゃない。確かに。うん、あ、それいいな。え、どういうこと？え、なんかインパクトで、そう、珍しいからちょっと使ってみようか、これとか。なんないかな。芸能人のパロディの名前を付けたがる。そうそうそう。なんないかな、なんかこう、ちょっとみたいに。付けない方がいいと思うけどね。ダメか。ね、そうか、長い目で見たらね。付けない方がいいと思います、ね。でもいいな、アコースティックバージョン聞いてみたいですね。ね、聞きたいですね。聞いていいな。
ソロライブちょっとまたやんないかな、ね、またちょっとチェックしてみましょう、ね、ホームページで。そうですね、もしソロライブがあって、うん、その時はぜひ行きたいと思うんですけど、ね、そしたら違いますよっていうふうに伝えます。そうですね、はい、そうですね。じゃあ続きまして、絶望ネーム、はい、チェリーの道も一歩からさんからいただきました、はい、続3話の A パートをきっちり楽しもうと思い、右目でテレビの画面を見ながら、左目で単行本の七巻を読みつつ、ヘッドホンで藤吉さんの声とラジオドラマを聞いていたら異常に疲れました。きっちり道は険しいですね。はいはい、確かに疲れますよ。あれはですね、大変なんですよ、本当に。大変ですよ、撮る方も大変だったんですけど、はあ、見る方も大変だと思います。そうです ね、 ねどこに意識を持っていけばいいのやら、うん、何回見たらいいのやらでしょ。うん、だってやっぱり男として見たら、おっぱい出てきたら、うわおっぱいだってなって、もうそれからもうおっぱいしか見てないですから、そしたら、あーもう内容とかわかんねえ、全然わかんねえ、もうおっぱいだったなーつって終わっちゃうから。まあそうですね、スパッツでしたもん。でしょ、うん、でも全くエロくないんだけど ね、 そうですね、僕にましたらもう全く藤吉さん刺さらないので全然エロくなかったんですけれども、はい、なんか健康的だったので非常に。あ、まあそうですね、うんうん、だけどおっぱいが出てきた瞬間はもうおっぱいにしか目がいってないから、もう分かんないわけじゃないですか。そういい揺れ方してましたね。そうでしょう、ね、その瞬間はすっごい良かったんですけどね。本当本当、なので、うん、まず1回目は男として見たら、うわなんか藤吉さんのおっぱい出たぐらいにしか思ってくれないと思うんですよ。あ、そうそうかもしれないですね。でしょ、うん、多分2回目はもう内容とか分かんなくなっちゃって、うわ井上結構出てたみたいな。そうだ、そこだ、うん、そこにも持ってかれるんだ、うん、ってなっちゃうでしょ、はい、っていう感じになっちゃうわけじゃないですか。そしたらやっぱ2回3回という楽しんでいただけるものになったんじゃないかと思うんですけれども、ま、じゃあそういう時は DVD でですねみたいな。そういう時は DVD よろしくお願いします。イエイ、そのうち出ますよ。じゃあ次、はい、絶望ネーム井上マリナイスマイールさんからいただきました。はい、あーもうイライラする、大草さん役で呼ばれたはずなのに、井上貴子さんは井上貴子さんの方がいっぱい喋ってるじゃないですか。だったらエンディングテロップで井上貴子役の井上貴子ってきっちり書きなさい。そっちのメールも来てたか。そうだよ ね、 そうね、気になるもんね、うん、井上貴子役で井上貴子さんをですね今回キャスティングしてるわけじゃないですか。はい、はい、そうですね、素晴らしい、うっかりね。よくお姉ちゃん受けてくれたな。はい、もうでも本当にプロなので、うん、貴子さんは素敵。はい、もうその役は井上貴子にしかできないので、ぜひ受けさせてくださいと。もう気持ちよく受けてくださったみたいで、ね、本当に素敵だと思います。お姉ちゃんのお姉ちゃんも言ってた。そうなんですよ、うちの井上にしかできません、はい、言ってた。もう最高ですね。ねえ、あそこまで気持ちよくやっていただけると。 しかもですね、はい、井上貴子17歳と9000何日ですっていうふうに言ってたあの日にちですけれども、はいはいはい、正確に言っています。あれでも正確だったんだっけ。正確に確か言ったんですよ。なんかあるんだよね、なんかそう測るやつがネットで。そうネットで、ね、お姉ちゃんが教えてくれたんだよね。そうスタッフさんがどうしようどうしようってなった時に、お姉ちゃんがいやなんかホームページでそれを調べる何かがあって、 それで見ていただければみたいなことをね、スタッフさんに。そうなんです、そうそうらしいっすよ。そうなんですよ、それキッコさんの方からですね教えてくださいましてですね、うん、台本上にはですね、はい、A の16ページ60カットです。井上、たまたま通りかかった井上貴子17歳と〇〇〇〇日ですと書いてあってですね。ここは指定されてないんですよ。そうですね、どうしましょうかっていうことを、うん、貴子さんに相談したらですね、あ、それはですねホームページで調べられますっていうことで、日にちを入力すると何千日っていうふうに出る。何千日って言っちゃった今。出るページがあるので、はい、調べましょうってことになってですね、うん、すっごい細かい作りになってますから ね、 ね、すごいですよね。きっちりしてますよ。きっちりしてます、してますが本当に素晴らしいです。きっこさんが出てくれたことをいいことにですね、はい、井上きっこ17歳出た。今後何回かできます。いいように使われてますね。はい、ということで皆さんきっちりしなさい。 SZBH SZBH こちらはさよなら絶望放送です。〇〇のバツバツが大好きなの。こちらは拳アビルちゃんが動物の尻尾が大好きなようにちょっと変わったフェチを紹介する番組です。はい、じゃあ早速、うん、絶望ネーム道場10年さんからいただきました。女性の方です。はい、私は筋肉フェチです。その中でも特に好きなのが背筋で、
綺麗な背筋を見ると写真を撮って拝みたくなります。アニメなのでもキャラの腹チラに喜ぶ方は多いと思うのですが、私は思わず腹はいいんだよ背中を見せろと叫んでしまいます。腹はいいんだよ背中を見せろなかなかないでしょ背中見せるとかって。まあないでしょうね。上半身ラとかじゃないと背中って見えないでしょ。だってそうですね、チラはしないですからね。チラはしないですからね。傷ついてる背中とかだったら見れるかもしれない、ね、そうだね、そういう風に見せるとかでね、かもしんないですけどね。まあ新エンディングはそういうエンディングになってるんで、まあ道場純平さんはきっと楽しんでいただけるんじゃないかな。絶望先生の方じゃないですけどね。さあ続いていきましょうか。そりゃ知らない。絶望ネームみつろさんからいただきました。男性の方です。僕は女性のおでこしか愛せないおでこフェチです。おでこの査定に関しては国内で右に出る者がいないと自負しています。日本では仲間由紀恵さんのおでこがダントツの存在。八馬審査です。八馬審査です。絶望先生に出演されている女性声優さんのおでこも当然査定済みですが、新谷さんはその中では4番目に優れていました。普通ですね。普通ですね。普通って言うなでも私おでこ出してないのにどうやって査定したの。ねえ、私おでこ出してたことは一番最初に受けた一般参加のオーディションの時しかないはずだいや多分ね、みつろさんぐらいになると、あ、もう大丈夫なんだ。あってももうね、前髪がかってても分かるんだよ。本当？そう、意外と後ろかもしん、なんかこうさ、境界線が意外とズルって言っちゃってるわけ。そうそう、かもしれないよ。いや、わかんない。みつろさんにしてみたらそれぐらい行くんだって。本当？これは、言っていい話かどうかわかりませんけれども、とある、来た。はい。とある、声優さんがですね、はい、俺ぐらいになると、風俗の雑誌見てて、顔隠れてても、いい顔してるかどうかわかるんですよ。って言ってました。風俗雑誌で、だいたいその風俗嬢の方が顔を隠されてるんですね。でも、俺ぐらいになると、わかりますね。これはいいです。あ、これはちょっとイマイチですね。って言ってました。ちょっとすごい引っかかってるのが、神谷さんに対してその敬語ってことは神谷さんより下ってことだよね。ちょっとした情報が出ている。ってことはさ、意外、神谷さんでさ、なんかそういう、次行きましょう。はい。絶望ネームピザ専用ウホさんからいただきました。もちろん男性です。私はガチホモのピザ専なのですが、ピザな人の首の後ろ側が段々になっている部分がとてもウホです。あの部分を専門用語で座布団と言います。これ豆知識です。座布団。へえ。座布団。確かにピザ船の方にしてみたら、うん、あそこに肉がつくって相当なんだって、うん、もう体につかなくなってもう首の後ろに肉がつくっていうのはもう最後の最後なんだって。へー、うん、だからその旦那になってる人っていうのは、はい、もう本当にその手の人たちにしてみたらたまんないらしいんだけどね。へー、世の中にはいろんな知らないフェチがあるんですね。あるみたいですね。ははねえ、ピザ専用ウホさんは、うん、まあ同人活動が終わってですね、公式になってですね、ネットで聞けるので、はい、全世界に自分の思考をこう言ってくださってるのはいいんですけれども、ね、全世界にそう豆知識を披露ということ、自分の思考と豆知識を披露ですよ。へえ。あざーす。以上。〇〇のバツバツが大好きなのでした。SZBH SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。ではそろそろ人生も放送もおしまいです。ここで絶望放送からの絶望的お知らせ。第2期も好評放送中の続さよなら絶望先生の CD 発売情報です。大月健二と絶望少女たちが歌うオープニング主題歌空想ルンバが1月23日に発売されました。さらに2月27日にローリーと絶望少女たちが歌うエンディング主題歌マリオネットも連続発売。そしてアニメーション第1期オープニング主題歌人として軸がぶれている、エンディング主題歌絶世美人、さらにオリジナルサウンドトラック、
そして愛しき望みや人並みをはじめ絶望キャラが歌う絶望歌謡大全集ドラマ CD 絶望劇場もキングレコード様から好評発売中です。 DVD 発売情報、はい、さよなら絶望先生の DVD 第1週から第4週さよなら絶望先生女絶望少女選手も好評発売中です。さらに絶賛絶望中の当番組さよなら絶望放送第1巻が1月23日に発売されました。スペシャルゲストの中愛さんを招いた完全新規取り下ろしです。しかもボーナストラックも収録され、初回封入特典絶望ステッカーも付きますが、もう通常版になっているかもしれません。その際はご了承ください。ご了承ください。ぜひ感想を当番組までお送りください。そしていい、そしてなんと第1巻発売間もなくして、はい、DJCD 第2巻発売決定。決定。今回のスペシャルゲストは、ゲスト決まった松木美優さんと真田麻美さんの豪華ダブルゲスト。10杯一からげ。この CD だけの完全新規取り下ろし、ボーナストラックも収録で、初回封入特典、絶望ステッカーが付きます。確実に入手したい方は、アニメイトをはじめ、ね、レコード店や通販などで予約をおすすめします。ね、予約だよ。以上お知らせでしたが、絶望放送では皆さんからのメール、ご意見、苦情、批判、直訴などを募集しています。投稿は、アニメイト TV のホームページから、各番組へのメールや新番組の提案、あるいは第3話のエンドカード、ナミちゃんいませんでしたねなど、どんどんお寄せください。バカバカバカ、絶望放送のミニ番組は不定期に変わりますので、該当する番組名がメールフォームにない場合は普通お宝送信してください。またメールの内容によっては大人の事情で多少編集することもあります。ご了承ください。さよなら絶望放送は毎週火曜日の更新予定です。次回の更新は2月の12日になります。はーい、まあ、え、何がですか。エンドカード、エンドカードね、3話のエンドカード、まあいろいろ、どうしてね、どうして私いないの、なんか話題になってますけどね。はい、まあ神谷さんはいいんです。よくねえよ神谷さんはいいんです。あれでよくねえよ。あれでいいんです。絶望先生手しか映ってないからね、あれね。そう関係ないです。あの野郎、まあその件については来週話しますけどね。まったくよ、本当に。では今回の放送はここまで。担当は愛しき望み役の神谷博士と、人を並役の新谷涼子でした。それでは今回のお別れの一言、絶望ネーム全力で逆走さんからのリクエストで、絶望による再生が始まる。さよなら絶望放送。このラジオはフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、あのキャラの名前いつ出てくるの？という疑問は架空のものです。レジー賞受賞者からのお礼メール。レジー賞受賞者から続々とお礼のメールが届いておりますので、ここで紹介したいと思います。絶望ネーム小森桐蔵さんからいただきました。背景構成作家 T 様、神谷様、新谷様、この度は絶望レジー賞ありがとうございました。お体に気をつけてお仕事頑張ってください。私も就職活動頑張りたいと思います。頑張ってください。続いて、はい、絶望ネーム緑美さんからのお礼メールです。今世での受賞は無理だと思っていました。これからは週に5通だけ、厳選したメールのみを送りたいと思います。だいぶ厳選ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、絶望ネーム、絶望探偵ラビリンさんからいただきました。はい、私はごく普通の高校生なのに、絶望レジー賞をいただけるなんて思ってもみませんでした。これは初他保育士になれという義務ですね。4月からは受験生です。経歴に藤吉晴美の憂鬱賞受賞と書いて推薦入試に臨みたいと思います頑張ってください。頑張ってくださいね。藤吉晴美の憂鬱賞受賞について突っ込まれた際に、この番組について語らないでください。はい、あの、何も言わないでください。はい、当方は無関係ですので、はい、よろしくお願いします。その辺については空気読んでください。よろしくお願いします。はい、続きまして、絶望ネーム
伊藤ケンタウロスさんからいただきました。来たんだ。レジ賞ありがとうございます。お二人にお知らせしなければならないことがあります。 AV の彼とは随分前に別れました。なんかさなんかさ、ええ、いや、なんて言ったらいいんだろうね、これ。よかったのか、なんなのか、もう。かなぁ。なんで、だって。なんとも言い難い感じなんですけども。だって、随分前に別れた話題で、私たちこんなに盛り上がってるんだよ。ですね。伊藤ケンタウルスさんに大変申し訳ないんですけれども、はい、もちろん、漫画の、原作の方でも、はい、連載の方でも、はい、アニメーション本編の方でも、はい、伊藤ケンタウルスさんのネタ使わせていただきました。アニメーション、および原作、そしてこのラジオを聞くたんびに昔の彼のことを思い出すに違いないと思うんですけれども、強く生きてくださいね。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。はい、ちなみにですね、はい、猛攻しめず丸さんと、はい、あさってのナージさんからは連絡がありませんでした。ぜひ猛攻しめず丸さん、はい、あさってのナージャさん、メール待ってます。お待ちしてます。待ってます。お待ちしてます。